好きなラーメンは何ですか？好きなラーメン、味噌ラーメン。味噌ラーメン、あ、そうなんだ。好きな色は、はい、青。青。え、紫じゃないんだ、お前。紫じゃないよ。彼氏の作り方を教えてください。スタービーチとか、そういう出会い系サイト行った方がいいと思います。昔だな。文系か理系か。文系。いつもピンポン鳴るのは仕込みですか？仕込みです。好きなお菓子は？好きなお菓子、堅揚げポテト。インターネットから有名になった？はい。これわかる？元ネタ。わからん。アキネーターっていうさ、なんかあの、あるじゃん。あの、特定するアプリ。あれあれ。特定のあれか。これぶっ込もうと思ったんだよな。受けなかった。悔しい。全然わかんない。好きな乗り物。好きな乗り物。乗り物。車。何も面白くねえ。ひねりもね。カラオケ行ったら何歌いますか？カラオケ行ったら一発目は、猿岩石のあの白の何とか何とか。ああ、雲のように。古いな。90年代。好きな映画は？好きな映画、それまた難しいな。好きな映画一個。難しいな。一個じゃなくていいんじゃない？何個か。あえて言うなら、アルマゲドン。アルマゲドン。感動。好きなハンドガン。好きなハンドガン。ベレッタ。ベレッタ。自分のキーホルダー連れてお出かけした？してないな。引きこもりだな、家で。好きな栄養ドリンク。栄養ドリンク。そもそも飲まないけど、あれだな。モンスター。モンスター栄養ドリンクかなんかな、あれ。おー、じゃない？モンスター。任天堂で好きなゲームは？任天堂マリオ RPG。お。昔のやつ。これいいじゃん。便座下げないで小便する理由って書いてあるよ。便座、下げないでじゃなくて、便座上げて小便するけど下げない。ああ、な、上げっぱってこと？さあ、上げっぱ。上げっぱで怒られる。ああ、なるほどね。魚さんの第一印象は？これ10年前の、これ十何年だ？第一印象を見てねえからな、顔。おうん。印象。俺あのガーディアン、ガーディアンでうめえやつ入ってきたなっていうイメージしかないな。ヘイロー3で。今日の昼ご飯は？今日の昼ご飯は会社の頼んでくれた弁当。会社が頼んでくれた弁当。毎日する習慣ありますか？習慣。足臭いから足洗ってんなら帰ってきたら、石鹸で。まあ、臭なるわな、あれ。靴が古いとな、どんどん臭になってくんだよな、あれな。もうやべえぞ。やべえぞって。やべえぞ。マジで臭いからな。頑張ってる証拠だな。一番好きな個人戦のシリーズは？フォレストだな。フォレストがもう、ダメだわ、ツボだわ。あの家感がすげえんだよな、あれ。奥さんのことどれくらい愛してる？なんか嫌だわ。じゃあこれあの、多いからさ。まあ、なんか、建物の大きさで言うとどんぐらいじゃ？建物の大きさで言うと。建物？ごめん、わかりにくかったな。いや、わかんないよ。じゃあ、あんじゃん。一軒家ぐらいとか、ビルぐらいとか、東京タワーぐらい。大きさ。うん。
新築一軒家。あ、いいね。何も面白く。いい何も面白く。いや、いいでしょ。いいと思うよ。ありがとうございます。うん。なんか、まあ、意味はね、それぞれ考えてもらって。もう。エビフライ、尻尾も食べますか？残すな。食わねえな、あれ。食うもんじゃねえな。あ、マジで？あの、なんかあの、残った中身は？あれも食わない？中身も食わねえな。尻尾食ったらなんか残んない？なんかその外側の甲羅みたいな。なんか、口の中残るから食べねえな。え、飲むやん。飲むやん。え、飲んだら痛いよ、あれ。え、マジ？え、噛めよ。食わねえ。母の日何かあげますか？だって。あげました。お、えらい。母の日っていつ？今日？明日？昨日？明日か。おう。父の日は何をもらいたいです？だって。もらいたいもの、物欲がねえからな、びっくりするほど。あえてもらいたいもの、パソコンのパーツ。いいパーツ。そんなもん要求すんな。よりいいパーツ。今までで一番笑ったこと。今までで一番笑ったこと。ゲームだったら、あれだな、フォレストの魚がなんかお盆持って、ここのなんか、配給があると聞いたんですが、みたいなの。あそこがやばかったご飯もらえると聞いたんですが、あの、勝手にさ、物語作るときってあれ、めちゃおもろいんだよな、ゲームの中でさ。あれ、涙出たもん、本当に。今見ても面白い。あの、顔がいいんだよな、キャラの。キャラのさ、見た目がやべえんだよな、あれ。あれは強いわ。最近お子さんに買ってあげたものは何ですか？ヨッシーアイランドと、ゼルダの伝説か。DS の。あ、DS の。一日自由になる時間があったら寝る以外で何しますか？自由な時間。ひたすらゲームしたいな。今だったら何やる？今だったら、なんだろう。新女神転生4っていうの買ったんだよな、ファイナル DS の。それひたすらやりてえな。あ、メガテン。メガテンやったことねえな。俺も初めて。なんかのモノマネお願いします。モノマネ。魔人ブーしかできねえぞ。じゃあドラゴンボールのさ、なんか違うやつは？かよ様？じゃあ、お願いします。次回、悟空が。似てる。似てるな。切りたかったね、今。めっちゃ LINE 切りたかった。好きなサッカー選手は？これでしょ、サッカーでしょ、ケイシーといえば。そうだよ。蹴鞠。好きな、蹴鞠だね、サッカー。誰？サネッティ。誰？そうなるわな。どこの、そうなるわ。何人の人？アルゼンチン。アルゼンチン。アルゼンチン。どこのチーム？元インテルだな。インテルのレジェンド。伝説的な。まあ、ちょっと昔だな。僕はあの、ハリルさんが好きですけどね。なんで監督なんだ。マニアすぎんだろ、お前。ね、ある二人に裏切られたみたいなことをぐじぐじ言ってる感じが。たまんないですね。拗ねてるからな。マニアックだな。あ、マニアックなんだ。そうか。苦手なゲームのジャンルは？
苦手なの、パズルゲーか。脳みそ使うやつ無理だわ、脳筋だから。髪の毛の色は黒。あ、もう染めたことある？さすがに黒。髪の毛染めようと思ったけど、あれだから染まんねえからな、あんまり。あ、そうなんだ。毛が太い方だ。あとは、あ、怖がり？怖がり、怖がりではない。びっくりすることを、びっくりがダメなんだよな、あれ、突然出てきたりするの。あれ、卑怯だ。お前、ちょいちょい出るからな、お前。ちょいちょい。そこみたいな。そこみたいな。マジかって。俺と TK が、え？嘘でしょみたいな。こっちが聞きたい。なんでビビんねえかわかんねえもん。バイオハザードとかでも。なんもビビってねえか。行きたい旅行先は？旅行先。イタリアか。イタリアでサッカー見てみてえな。あー、本場で？おう。あ、いいかもね。え、サッカーの、そっか、イタリアとか、そっか。イタリアも熱いな。え、何、好きなチームのイタリアなの？そう、イタリアな。さっきの俺、インテルって聞いたけど、俺、あの、パソコン関係のあれかなってずっと思ってたんだけど、多分違うんだろ。多分違う。違うわ。マイクラのスキンの由来、なんでショッカーにしたんですか？ショッカーじゃないよ。これ、詳しく説明すると、ニコ生にいる、イナコウっていう、なんか片目が大きくて片目が小さいやつがいんの。そいつの顔をちょっと真似して作ったらああなった。マニアすぎる、ニコ生。いや、あの、なんかでかい人、顔。顔でかい人？そう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 。あー、なんかこの間、なんかあの、ツイキャス見てたらコメ欄になんかそのなりすましだと思うけどなんかいてあ、この人かと思ったんだよな。いたか、うん、へーって書いてるわ、へーって調べたら出てくるぞ多分顔が。いなこ、あ、出てきたいっぱい。人生で一番会いたい人物は？もうサッカーの人しかいねえな。おう、だ、特にさ、誰会いたいとかさ。ああ、長友、日本人だったら長友に会ってみてえな。長友。長友俺でも知ってるわ。アモーレ。アモーレだよな。アモーレ。ハネムーン行きましたか？あの、旅行か。ハネムーンは、考え中。お。考え中。サッカーってなんで11人でやるんですか？そこなんでだろう、わかんない俺もう。突き詰めたらそうなったんじゃない、やりやすい人数が。ちょうどいい人数が11人じゃねえ。確かに、まあ、結構広いもんな、あれ、コート。おう。サッカーってさ、俺体育の授業でやったぐらいだけど、あれめちゃ疲れるな、あれ。あんな、ずーっと走っててさ、やばいわ、サッカー選手って。スタミナお化けだ。あの、後半だって、つったっていうか、ボールが目の前行っても、ああ、はいはいはい、みたいな。やる気ねえだけだろ。楽しいんだけど、最初めちゃおもろいんだけど、後半もう、もう無理、もう無理ってなんだよな。サッカー部とか、やけにもうなんか真面目だからな。ああ、なんか、声出していこう、みたいな。おお、授業なのに、いきなり本気出していくか。サッカーの好きなポジションどこですか？好きなポジション。やっぱフォワードだろうな。点取り屋。あの、前に出てくやつでしょ？相手の。前にね。一番前でしょ？間違ってない。一番前の。一番前。うん。ね。あと、お前全然興味ねえだろ、お前。あと、あれでしょ？キーパーと、ミッドフィルダーでしょ？あと、ハリルフィルダー。
ハリルフィルダーがいて、あと2名の裏切り者、2名の裏切り者がいるんだよな、確か。サッカーファンの皆さん、本当にすいませんでした。本当にすいませんでした。ね。ハリル激横。あとディフェンダーとキャッチャーがいるんだよな、あと。キャッチャーな。あと、ヤジ飛ばすやつ。ヤジ飛ばす、すごいんだよな。フーリガンとか。あ、フーリガンってそうだね。そういえば。懐かしいフーリガン。会社行く前に何しますか？行く前にじゃ朝起きて何やる？朝起きて何やる？朝起きて。朝起きてすぐうんこ行くな。まず最初に。あ、寝起き出る派？うんこじっこ。おう。すげえトイレ行きたくない。あ、確かに寝起きトイレ行くわな。寝る前と寝起きトイレ行くわ。我慢できねえ。毎日うんち出てるんですか？え、出ないやついる？逆に。出るぞ。出るよね。おう。便秘か。まあ、女の子はね、便秘の人多いかもしれないけど。あ、YouTube で動画見ますか？見るんだったら、どんなジャンル見ます？ゲーム。ゲームジャンルしか見ないな。ガチマン。ガチマン昔から見てんな。ニコ生、ニコ動か。面白い。便秘。どんだけ快調なの？腹具合が。うん。あ、好きなアニメは？好きなアニメ。好きなアニメ。グレン・ラガン。あ、グレン・ラガン面白いな。あれは見ないとダメだ。あれは面白い。ね、なんかもう一回見てえな、あれ。映画の方見てみたいな。映画見てねえな。映画あれまとめだもんな、あれ。あ、そうなの？まあ、ちょっと変わってるけど、映画。あー。アニメと、テレビと。あ、グレン・ラガンの好きなキャラは？好きなキャラ。あいつ。ムシカじゃねえや。ムシカはあれ、あいつ、パラサンド・ドミンゴ。カシムだね。カシムだったっけ？なんかいるじゃん。あの、死んだやつ。もう見てねえやつも殺していくけど。途中で死んだやついるじゃん。あの、なんだっけ。いつも名前が出てこねえんだよな。え、キタンとかじゃなくて？キタンじゃない。キタンの、お師匠様みたいな。兄貴的な。え、カミナ、シモン。カミナだったっけ？え、あれでしょ？お前を信じる俺を信じろでしょ？そう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 。あれ、カミナじゃない？あ、カミナだ。うん。今出てきた。死んだやつ。なかなか、前半の一番、一番とこだな。見てないやつは、いないと思うけどな、あれは。必修科目だから、あれ。国民の。アニメ見てんならもうこれ見ねえと。うん。だな。じゃあこんなもんかな。おぉ。口だかもうパサパサだわ。あ、最後これ、長財布派？折りたたみ財布派？長財布。あ、長財布なんだ。そうなんだ。これ一番聞きたかったね、みんなね。そうか、そうか。じゃあ、ありがとうございました。ケイシーさん。ありがとうございました。